それじゃ司令部は行って逃げろ。ここは私が。ダメ、ヨーコ。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。なんだお前。私は随行支援ユニットポッド04にヨルハピタイ A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、 A2 からの依頼は受けていない。この行動は全随行対象機体の 2B からの最終命令として記録されている。必要ない。ヨルハピタイ A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。要請、ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなことを。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。要請、ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。教えないって言っただろ。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、要請プロセスが30秒に一度自動的に実行されることになっている。は？推奨、速やかな行動目的の開示。不必要に会話を繰り返すのはエネルギーの無駄と判断。お前が勝手にやってるんだろう。30秒経過。要請、ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。目的は機械生命体をぶっ壊すことだ。分かったか。了解。付近の機械生命体のスキャンおよびマーク完了。砂漠地帯に大型の適正機械生命体を感知。推奨、大型機械生命体の破壊。私に命令するな。否定、これは命令ではない。ヨルハ機体 A2 の行動目的に対する支援情報である。推奨、情報に不満がある場合行動目的の更新。うるさいだまれ。否定、本支援ユニットはヨルハ機体 2B の最終命令によって行動中。ヨルハ機体 A2 に命令権限は存在しない。勝手にしろ、邪魔するな。了解。さあ、始めよう。力の差は歴然だ。大型っていうからどんな敵かと思ったら大したことないな。否定、敵機械生命体反応健在。なんだこれは。砂漠地帯用に進化した機械生命体と推測。推奨、敵機械生命体の破壊。
言われなくても。B モードで倒すか。警告、核融合ユニットの出力を増大させる B モードは危険。攻撃力は増大するが防御力は低下し、メンテナンスコストも増大する。その証として最新型のモデルからは機能削除されている。旧型モデルで悪かったな。A2 のような旧型のアタッカーモデルには射撃機能はない。推奨、遠距離攻撃手段を持つ本随行支援ユニットに対する感謝の提示。本気せがましい。これは私の記憶領域か。てか、なんでお前がここにいるんだ。随行支援ユニットは支援対象機に不具合があった場合、内部モニタリングの義務があるため。勝手に人の頭に入ってくるな。
私たちは同じだ。誰にも頼れず、ただ泣き叫んで。うるさい！うるさい。ポッド1号さんへ情報共有を開始する。了解。圧縮会話モードを起動。圧縮会話モード終了。理解した。 A2 の記憶空間内にある 2B データが A2 の自我に及ぼす影響について今後の報告を待つ。了解した。支援活動の参考情報としてアップデートする。